シラモタスです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのは川崎 ZRX400 ブラックローソンのご紹介です。こちらの特徴としてはですね、非常に珍しいブラックとレッドのカラーリングですね。ローソンカラーをベースにしているカラーリング、そしてですね、ウインカーテールなどですね、スモークテール、スモークウインカーなども装備している1台です。ではですね、早速ご紹介させていただきます。フロントのビキニカールですね、大きな点灯傷や割れ、こういったものはございません。ヘッドライトの大きなレンズ割れなどもない状態です。ウインカーのステー折れ、レンズ割れなどもございません。レンズはスモークウインカーにカスタム済みです。フロントフォークですね、大きなにじみや漏れ、こういったものもない状態です。非常に綺麗な状態ですね。フロントフェンダーの大きな割れ、こういったものもない状態ですね。アウターもですね、しっかりブラックにニューペイント済みですね。綺麗な状態、錆不織もちろんございません。ホイールもですね、大きなガリ傷や曲がり、こういったものもない状態です。エンジン周りです。ヘッドからのオイルにじみ、各所オイル漏れ、あとはですね、腐食、こういったものも非常に少ない状態ですね。キャブレターの錆や、こういったものもですね、非常にない状態。ガソリン漏れなどももちろんございません。ポイントカバー等に大きな点灯傷などもない状態です。メインフレームにもですね、大きな錆腐食ございません。サイドカバー割れなどもない状態ですね。マフラーです。マフラーは純正マフラーを装備しております。リアサスペンションは茅場の純正ショックですね。テール周りです。リアホイールもですね、大きなガリ傷、曲がり、こういったもの目立ったものはなさそうです。大丈夫そうですね。はい、テール周りですね、フェンダーレスキットにスモークテールにスモークウインカーですね、こちらを装備しております。反対側回っていただきまして、シートです。前後ろともに大きな切れや破れない状態ですね。綺麗な状態です。タンク周りです。タンク周りに大きな点灯傷やへこみ、目立ったものはなさそうですね。綺麗な状態に保たれております。ではタンク内です。はい、タンク内にも大きな錆や腐食もちろんございません。ではエンジンの方ですね、始動していきます。はい、引き上がりも良好です。ではマフラーオンです。はい、こちらの車両ですね、高回転までしっかりと吹き上がるメンテナンスの行き届いた1台となっております。ぜひおすすめの1台です。皆様のお問い合わせお待ちしております。